私の名前はあやね。私にはユートという旦那がいます。職場結婚して1年目、2人で幸せに暮らしていたのですが、だんだんとユートのマザコン癖が見えてくるように。初めはお母さんを大切にしているし、母親思いのいい人だと思っていたのですが、少しずつ気になってきて。ユート、友達から映画のチケットもらったんだけど、日曜日行かない？日曜までなんだよね。あーごめん、めっちゃ行きたいんだけど、その日予定あってさ。予定？日曜日なんかあったっけ？母さんが買い物付き合ってほしいって言うからさ。買い物？そう、新しい服が見たいらしくてさ。そうなんだ。うん、俺も母さんの新しい服着てる姿見たいしな。そっか、なら映画は友達と行ってくるね。久しぶりにユートと二人で出かけられるかなって思ってたんだけど。それはそうだけど、でも母さんの方が大事じゃん。え？私とお母さんと？うん、だって母さんは俺を産んでずっと育ててくれたんだよ。あやねと出会ったのはたかが1年前でしょ。そうだけどさ、奥さんとお母さんなら私の方を優先してほしいよ。いやいや、母さんに勝てると思わないでよ。勝てるとか勝負してるんじゃないんだけどさ。まあ母さん以外の女の人の中ならあやねが一番好きだよ。それでよくない？うん、そっか、ありがとう。ユートのお母さんを大切に思う気持ちは知っていたのですが、さすがにここまでだとは思わず、ユートには少し違和感を覚えました。そんなある日、ある事件が起こったのです。ユート？ん？どうした？私の貯金口座から200万なくなってるんだけど、知らない？3日前に引き落とされた履歴があって。え？知らないよ。本当に？だったら不正引き出しだからすぐ警察に行かなくちゃ。警察？いや、そこまでじゃないんじゃないかな。なんで？200万もなくなってるんだよ。私が学生時代からコツコツ貯めてきたお金が全部なくなってるんだよ。そうだけどさ、警察はやりすぎじゃないかな。そこまでする必要はないんじゃないかな。ユウト、何か知ってるなら教えて。いや、まあ本当のことを言うとさ、母さんと前買い物行った時に話してたんだ。何を？いちいちデパートにバスと電車で行かないといけないのめんどくさいから車があったらいいよねって。え？まさかそれって？そう、車買ったんだ母さんに。車を？ちょっと待って、でもそれ私の貯金だよね。うん、私が学生時代からコツコツ貯めてきたお金を、ユウトは自分のお母さんのために私に内緒で使ったってこと？そう言うと人聞き悪いからやめてよ。でも考えてみて、俺の母さんってことは奥さんであるあやねのお母さんでもあるわけだよ。それに母さんがいなかったら俺は生まれてないから、あやねと出会うこともないわけだし、もっと母さんに感謝してもいいんじゃない？何言ってんの？なら私は私のお母さんにまずは感謝するわよ。でもさ、俺を産んだのは母さんだよ。そんなに感謝してるなら自分のお金でプレゼントすればいいじゃない。私の貯金勝手に使わないでよ。俺お金ないんだよ。あやねは貯金いっぱいありそうだったし、ちょっとだけもらっても悪くないなと思ってさ。だったら自分で貯めて払えるようになってからプレゼントしたらいいじゃない。だって母さんが車欲しがってたんだから早めにあげたいじゃん。自分が何したか本当に分かってんの？親孝行だよ。俺たち夫婦なんだから別に良くない？自分の母親に親孝行して何が悪いの？だからさ、親孝行したいなら自分のお金でしてよ。これは私のお金でしょ？私が貯めてきたお金なんだよ。大丈夫だって、母さんには俺が仕事頑張って貯めたって言ってるし。え？どういうこと？ユウト、もしかして自分のお金だって言って車プレゼントしたの？そうだよ。あやねのお金だなんて知ったら母さんも受け取りづらいだろ。当たり前でしょ。妻の貯金から大金を勝手に引き出して買った車をもらって、どこの親が喜ぶのよ。まあまあ、今回は親孝行できたってことで、あやねも嬉しいだろ。俺の母さんが喜んでて、俺も親孝行できたら。バカにしないで、ふざけないでよ。こんなことはお母さんに言うからね。はあ？そんなこと言ったら怒られるに決まってるだろ。母さん泣いて喜んだんだぞ。お母さんには何の罪もないけど、
さすがに今回ユートがしたことは許されることじゃないと思う。待って、頼む、母さんにだけは言わないでくれ。でも車もう買っちゃったんだから言うしかないよね。そんな、今からお母さんに電話するから。あやね、待ってくれ。私はその場ですぐにお母さんに電話をしました。すべてを話すとお母さんは泣き崩れ、自分が甘やかしてきたからマザコンになってしまったのだと言っていました。以前から車だけでなく、いろいろプレゼントをもらっており、どこからお金が出てきているのか心配だったそう。ユートの行動について私に泣きながら謝っているお母さんに離婚の意思があることを伝え、離婚をユートに切り出すことにしました。ユート、お母さんと話し合ったよ。マジか。離婚しましょう。え、あやね、嘘だろ。本当だよ、当たり前でしょ。俺が結婚するの母さんすごい嬉しそうにしててさ、離婚するって知ったら悲しむと思うんだよ。だから離婚だけはしないでくれ。はぁ、こんな時でもユートが一番に考えるのはお母さんのことなんだね。いや、そんなことはないけど。私と結婚したのもお母さんが喜ぶからなんじゃないの。それはまあ多少はあるけど。ユート、本当に最低だね。前からマザコンだって思ってたけど、そこまでとは思ってなかった。マザコンなんかじゃない、俺は母さんのことを大切にしてるだけなんだ。それに母さん以外の女の人でなら本当に綾音が一番だよ。大切にしてるねえ。もうすぐお母さんからユートに連絡行くと思う。おい、母さんに全部言ったんだな。母さんと父さんが今電話かけてきて、すっげえ怒られたぞ。どうしてくれるんだよ。どうしてくれるって自分のせいでしょ。母さんに怒られたことなんてないんだよ。知らないよそんなの。とにかく離婚はしないからな。するよ。今回の200万と今まで私のお金でお母さんにプレゼントした分のお金計算して返してもらうから。お母さんも離婚とそのことには同意してくれてるし、それでも離婚しないって言うなら弁護士雇うつもり。待てよ、そこまですることじゃないだろ。ただの親孝行じゃないか。その調子ならまた同じことしそうだね。これからは弁護士を通してお話しするから、 LINE で連絡とかしてこないでね。じゃあお金返す準備だけちゃんとしといてね。おい待てよ、あやね、あやね。結局その後に追加で100万円を私のお金から盗んで使っていたことが発覚し、お母さんは発狂。ユートは離婚したくないと泣きついてきましたが、私の意思は変わらず私たちは離婚しました。ユートはというと、私への借金300万円を返すために掛け持ちアルバイトをして頑張って働いているそうです。親孝行親思いというと聞こえはいいですが、ここまでのマザコンが夫だと妻にはとんだ迷惑ですね。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。